皆様こんにちは。こんにちは。今日はお天気もよく風も気持ちいいです。今日は、この度私のために、お集まりいただき、お時間を作ってお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今ご紹介に預かりました参政党から公認をいただき、福井第一区衆議院議員候補者となりました田中小春と申します。改めましてまずはお礼をさせてください。ごめんなさい、カンペを失礼します。まず資金調達なども含めて多くの課題がある中で候補者を立てようと決断された役員の皆様の日本を思う気持ちに感銘を受け、また日本のことを本気で考えて参政党福井支部で今までずっと支えられている皆様からこの衆議院選挙の候補者の依頼を受けたとき、心から光栄に思いました。大和魂を持った党員の皆さんと一緒であれば怖いものはないと感じたため、それと同時にこの仲間たちと選挙戦ができることはワクワクすらも感じました。私はこの大好きな福井が我が国日本のお役に立つのが夢でした。なので私の夢を叶える役割を与えていただき、また本日のスタート地点に立つためのご準備を、本当に今まで大変な事務作業など準備があったと思います。誠にありがとうございます。次に、失礼します。私田中小春は愛する我が地元福井と我が国のために3つの重点政策を目指します。1つ、国民の富を守ります。税金と積極財政で国民の手だりを増やし、経済の活力を取り戻し、を目指します。2つ、教育で心を守ります。日本人としてのアイデンティティを取り戻す歴史、伝統、文化など日本の素晴らしさを教え育む教育を目指しています。そのためには子どもたちに不必要な悩みを抱かせる原因となる LGBT 理解増進法による過激な早期性教育をさせないために、 LGBT 当事者の暮らしやすい社会や問題解決のための働きかけをしつつ、当事者からの反対の声も上がっているこの法律の廃止を目指します。3つ、食で体を守ります。この愛する福井県から農業をしっかり立て直し、漁業を復興し、そして国民が安心安全の食べ物を当たり前に手にできる食料自給率の向上と食育を目指します。以上です。この政策を実現するためにご先祖様が残してくださったこの素晴らしい我が国の子どもたち、伝統文化をこれ以上衰退させないため、今私のような庶民が国会に行く必要があります。ありがとうございます。そのためには皆様のお力も必要です。私にとって皆様お一人お一人が希望でございます。この福井から民意が勝利したと12日後に発表しましょう。ありがとうございます。そのために今日から私を中心として、私は火の女でございます。
皆さんの心にも火を灯して燃えていきましょう。ありがとうございます。